リカルド・アルベルト・マルティネリ・ベルカルはパナマの実業家、政治家。2009年から2014年までパナマの第49代大統領を務めた。イタリア人の祖父とスペイン人の祖母を持つ。リカルド・マルティネリ・パルディーニとグロリア・ベルカル・ファブレーガの間にパナマシティで生まれた。アメリカ・バージニア州スタントンのスタントン軍事学院を修了し、1973年に アーカンソー大学から経営学の学士号を取得。また、インキービジネススクールから経営学の学士号を取得。マルタ・リナーレスと結婚し、リカルド・マルティネリ・リナーレス、ルイス・エンリケ・マルティネリ・リナーレス、カロリナ・マルティネリ・リナーレスの三つ子を設けた。現在、マルティネリは、パナマのスーパーマーケットチェーン、スペル99など、3社の取締役会で会長を務めているほか 少なくとも発社の取締役会に参加している。1994年から1996年まで、エルネスト・ペレス・バジャダレス政権で社会保障局長を務めた。ミレア・モスコソ政権下の1999年9月から2003年1月には、パナマ・ウンガ理事会の会長と、運河担当省を務めた。1998年5月に、 民主変革という政党を結成し、党首に就任した。2004年の大統領選挙に立候補したが、結果は5.3ポイントで4位であった。その後、2009年の大統領選に再度出馬。政治腐敗の撲滅と凶悪犯罪の減少を公約に掲げ、推計で3500万ドルを選挙活動に次ぎ込んだ。マルティネリーは本命に目され、世論調査でも、 民主革命党と人民党の連立与党に10ポイント以上の差をつけた。自らの民主変革のほか、パナメニスタ党、民族主義共和自由運動、愛国連合からなる変革同盟の支持を取り付けた。投票は5月3日に行われ、その結果マルティネリは投票総数の6割を獲得する対象を遂げた。G はバルビナエレラの36ポイントであった。 マルティネリの得票率は1989年以後の最高記録であった。同年7月1日に大統領に就任した。マルティネリは高齢者に対する月額100ドルの年金、最低賃金の引き上げ、学生の制服や必要品にかかる費用負担など貧困削減のために多くの政策を打ち出した。大統領としての最初の1年でマルティネリは2度。 手続きの簡素化や税率の軽減、徴収率の向上を目的とする税制改革を提唱し、その法案に署名した。これによって、所得水準に基づく分類は5グループから2グループとなり、法人税率は25%に削減され、滞納税の徴収は民間に委託された。フィッチグループのスポークスマンは、税制改革は、 持続可能な財政政策という政府の公約を実証したと述べた。マルティネリ政権はまた2010年に向こう4年間のうちにインフラに200億ドル以上を投入することも計画した。これは国際的な物流拠点としてのパナマの役割を高め外国直接投資を呼び込むために立案された。計画では道路や病院、下水道、学校、 パナマ市地下鉄に大規模な投資を行うことが謳われた。フィッチグループは、この計画を、パナマの非常に好ましい投資サイクルの一部である、野心的な公共投資計画と呼んだ。マルティネリーはまた、大統領就任の2年以上前に、すでに署名されていながら、最終的な詰めが終わっていなかった、米、パナマ貿易振興協定に、最終的な認可を与えた。彼は、 大統領就任にあたって、この協定の締結を最重要事項に指定していた。同協定は2011年10月13日に、米連邦議会で批准された。2010年、フィッチやムーディーズ、スタンダードプアーズは、パナマ国債の格付けを投資対象として、的確に引き上げた。マルティネリの大統領就任以降、 フィッチはニ度パナマ国債の格付けを引き上げ、スタンダードプアーズも見通しをポジティブに修正して、それに続いた。フィッチの引き上げは、就任以降、税制改革を議会で二度押し通した保守派大統領の勝利と書き立てられた。一方で、エコノミスト氏は2011年に地下鉄契約の入札をめぐる汚職疑惑や法律が執行されなかったために、 パナマ市郊外の富裕な地区が汚水で溢れたことを引き合いに出して、外国からの投資には法の支配に対する疑念が依然としてネックになっていると伝えた。マルティネリーは大統領在任中、その独裁的な行動を批判されていた。彼は大統領が再び選挙に立候補できるまでの期間を短縮しようと努め、その件で最高裁判所に告訴された。 パナマ駐在のアメリカ大使であるバーバラ・ジェイス・ティー・ブンソンは2009年8月、マルティネリから彼の性敵を登聴するように求められたことを国務省に報告し、マルティネリの脅すような話ぶりと独裁的な傾向に不満を表した。この公伝の写しは2010年12月、ウィキーリークスによって公開された。この漏洩の後、マルティネリ政権は、 政治家の電話の登場に助けを求めたことは決してないと述べ、問題の内容はスティーブンソンの勘違いだったとした。2011年12月、かつての軍事政権の指導者であるマヌエル・ノリエがの身柄がマルティネリ政権によってフランスからパナマに移送された。批評家はこの件についてマルティネリが行政の不祥事から 国民の注意をそらすために要請したものだと非難したが、この非難はフランスとパナマの両政府から否定された。マルティネリがイタリアのシルビオ・ベルルスコーニ首相の補佐官であるバルター・ラビトーラから賄賂を受け取っていたという主張を含むこの汚職事件は彼の人気に傷をつけた。日本との関係では2012年10月22日に東京で行われた。 野田義彦首相との会談後、尖閣諸島問題をめぐって、日本の立場を支援してきたと述べた。また、2013年7月に、キューバを出港して、パナマ運河を通過しようとした北朝鮮籍船舶の、清川皇后について、パナマ政府が、麻薬密輸の容疑で停戦させ臨権したところ、積み荷の砂糖で隠すように、ミサイル関連機器が運ばれていたと発表されたには、 マルティネリ自身もこの検査に立ち会った。2014年7月1日、大統領の人気満了により退任となった。後任は副大統領のファンカルロス・バレーラ。2010年2月20日、アーカンソー大学はリカルド・エ・マルティネリ・ベロカル奨学金を設立し、パナマからの留学生に対して奨学金を与えることにした。また、マルティネリ自身には、 同州知事のマイクビーブから大使を通して優秀交優賞が贈られた。ありがとうございます。